シーア派。シーア派、アラビア語、ラテン文字転写、は、イスラム教の二大宗派の一つで、二番目の勢力を持つ。最大勢力である。もう一方はスンナ派、スンニ派である。七世紀のカリフであったアリーとその子孫のみが、預言者の代理たる資格を持ち、イスラム共同体、運マの、指導者、イマームの職務を貢献する権利を持つと主張する。 シーアはアラビア語で、東派を意味する普通名詞で、初期のシーア派の人々が、アリー派、C、R、D と呼ばれたことに由来している。後には、シーアに単に定冠詞を付した、アイコールシーアという語で同派を意味するようになり、宗派の名称として定着した。シーアに属する人のことを、CE と言い,い、スンナ派信徒を意味する、スンナに従う人。 すにに対応する。したがって、シーアあるいはシーイに、派という合を付すのは、派、派となり厳密に言えば同一語の繰り返しある。シーア派の信者は、イスラム教徒全体の10%から20%を占めると推定される。2009年には、信徒数は約2億人と推定される。信徒は、世界中に分布するが、イラン、イラク。 国内のムスリムは全人口の95%、全人口の3分の2がシーアパン、レバノン、政治的理由から公式資料なし、レバノン内戦参照。だが、人口の半数を超えていると言われるアゼルバイジャン、85%では、特にシーア派住民が多い。マ、ま、タイエメン、45%、パキスタン、20%、サウジアラビアの東部、10%、バーレーン、 70%、オマーン、アフガニスタン、ハザーラ人などにも、比較的大きな神徒集団が存在する。シーア派内の宗派では、12イマーム派は、イラン、アゼルバイジャン、それらの周辺地域、イラク、サウジアラビア東部等、レバノンに多い。イスマーイール派、7イマーム派はアフガニスタンなど各地に点在する。ザイド派、5イマーム派は、イエメンで主流である。 シーア派は、その登場以来、原則として多数派のスンニ派に対し、少数派の立場にあり、シーア派の信徒は、山岳地帯など外敵が容易に侵入できない地域に、集団を形成することが多かった。シーア派の王朝は、歴史上いくつか存在するが、多くの場合シーア派が主流であるのは支配者層に限られ、住民の大半はスンニ派であった。ただし、 現在のイランアゼルバイジャンを中心とした地域では、シーア派は地形に関わらず多数派となっている。これは16世紀にこの地を支配したサファビー朝が12イマーム派を国境とし、在、住民の多くがスンナ派から12イマーム派に改修しそのまま根付いたためである。21世紀初頭において、シーア派が政治的、人工的に圧倒的に優位に立っているのは、イラン一国のみである。 イランの人口の90%から95%がシーア派を信仰しているとされ、全世界のシーア派人口のうちでも37%から40%と、ほぼ4割を占めているなど、イランはシーア派内において大きな地位を占めている。さらに、イランの国政は1979年のイラン革命以降、イスラム共和制をとっており、シーア派の好位聖職者がイランの最高指導者として、 国家元首となっているため、シーア派の影響力は非常に強い。イランに次いでシーア派の割合が高い国は、イラク、アゼルバイジャン、バーレーンの参加国であり、それぞれ6割から7割の国民がシーア派を侵攻している。イラクにおいては、ナジャフやカルバラーといったシーア派聖地の存在する国土の南部にシーア派が集中している。ただし、 イラクではシーア派は多数派であるにもかかわらず政治の主導権を長くって来なかった。バーストを政権崩壊後、民主選挙によって多数派であるシーア派が政権を握り、ヌーリー・マーリキーが首相に就任した。しかしマーリキー政権はシーア派返重の政策を取ったため、スンニ派などを他の宗派との関係が悪化した。バーレーンにおいては主張家及び 支配層はスンニ派であり、一般大衆の大半を占めるシーア派との間で対立が起きている。シーア派はスンニ派に比べ就職や収入などにおいて不利な条件に置かれており、このため1990年代には暴動が多発した。2002年にバーレーンで議会が再設置され、シーア派にも議会参加への道が開かれると、この対立は一時沈静化したものの、 バーレーンの王権は未だ強く格差などにも改善の動きが見られないことから不満は蓄積していき2011年のアラブの春においてはシーア派が中心となって2011年バーレーンソーランが勃発し警察と衝突して死者を出す事態となったレバノンでは政治的理由から統計はないもののシーア派は キリスト教マロン派及びスンニ派と共に一大勢力となっており、デワノン内戦以前は国会の全99議席中19議席、内戦後の1992年からは128議席中27議席がシーア派に割り当てられている。また、シーア派からは国会議長が選出されるのが慣例となっている。サウジアラビアは厳格なスンニ派、ワッハーブ派が 主導権を握る国であるが、ペルシャ湾岸にある東部州のアルハサ地方を中心に大きなシーア派のコミュニティが存在する。ワッハーブ派はシーア派を敵視する政策を伝統的に続けており、このためサウジアラビアのシーア派には不満が溜まったままの状態が続いている。1979年にはイラン革命の影響を受けて、東部州のカティーフでアーシューラーの際に暴動が起きた。 その後徐々にサウジアラビア政府はシーア派に優和姿勢を見せるようになり2003年にはシーア派に対する差別の撤廃を訴える憲白書が皇太子に渡されているイエメンにおいては人口の40%ほどがシーア派であるとされているがこのほとんどはザイド派に属するイエメンのザイド派はドーハのイマームが897年にイエメンに本拠を置いて以降 歴史的にこの地域を長く支配してきており、1918年にはイマームによってイエメン王国が同国の北部を領域として成立した。この王国は1962年に打倒され、イエメンアラブ共和国となるものの、以後もイエメン北部において、在ド派は強い影響力を保持し続けた。2011年イエメン騒乱後の混乱に乗じて、最北部のサーダ県に成立した。 在ド派の武装組織である風刺は2014年に首都サナーと侵攻し、2015年2月にはクーデターを起こしてハーディー暫定大統領を追放して権力を握った。2016年には風刺はイエメン北部、旧北イエメンの大部分を掌握し、南部、旧南イエメンを支配するハーディー暫定大統領派と対峙する状況となっている。 シリアにおいてシーア派は13%ほどを占めるとされるが、その大部分を占めるのはアラウィー派である。ただしアラウィー派はシーア派主流派と比べてもかなり競技に差があり、一部ではシーア派とみなされない場合がある。アラウィー派の多くはシリアの海岸地方、特にラタキア県に集中しており、フランス移民統治領シリア時代にはこの地域はアラウィー派を中心とするラタキア国という自治地域と、 なっていた。シリアが独立するとその実験は多数派のスンニ派が握り、アラウィー派は不利な立場に追い込まれたが、1970年にアラウィー派の軍人であるハーフィズあるイコールアサドが権力を握ると、アラウィー派は優遇されるようになった。2000年にハーフィズが死去し次男のバッシャールアルイコールアサドが政権を継いだ後もこの構図は継続したが、支配されている。 多数派のスンニ派の不満は高まり、2011年にシリア内戦が勃発する要因となった。シリア騒乱においては、勢力図は目まぐるしく変動を続けているものの、ラタキア県を中心とするシリア派地域のほとんどは、アサド政権に忠誠を尽くしており、シリア政府の強固な地盤となっている。以下の表は、ピュー研究所による2009年10月の、 マッピング・ザ・グローバル・ムスリム・ポピュレーションという人口統計調査に基づいている。アリーとその子孫のみが指導者、イマームとしてイスラム共同体を率いることができるという主張から始まったシーア派はその後のスンニ派による歴代イマームに対する過酷な弾圧、そしてイマームの断絶という体験を経てスンニ派とは異なる競技を発展させていった。 歴代イマームを絶対的なものとみなす信仰、競技、歴代イマーム、特にアリーとフサインを襲った悲劇の追体験、アーシューラー、イマームは神によって隠されており、ガイバ、やがてはマフディ、ー、救世主となって再臨するという終末論的な一種のメシア信仰はシーア派を特徴づけるものである。このガイバは初期のシーア派の一派であるカイサーン派によってて唱えられ、 解散派が分裂、消滅した後もシーア派の多くの派に取り入れられた。ただし、在ド派等これらを否定する分派も存在する。スンナ派に比べ、一般に神秘主義的傾向が強い。宗教的存在を絵にすることへのタブーがスンナ派ほど厳格ではなく、イランで、公の場に、多くの聖者の肖像が掲げられていることにも、象徴されるように、聖者信仰は、 同一地域のスンニ派に比べ一般に広く行われている。イランにおいては、第三代イマームのフサインは、サーサン長家の女性を妻とし、以降の歴代イマームは、ペルシア帝国の地を受け継いでいるという伝承があり、ペルシア人の民族宗教としての側面もある。なお、スンナ派が六神五行であるのに対し、シーア派は五神十行である。シーア派では、 法的判断の基準として、クルアーン、預言者とイマームの伝承、イジュマー、共同体全体の総意に加えて、理性の動き、アクルを重視することで知られる。この点で、第6代イマームジャーファル・サーディクは、イスラーム世界で、哲学的学派、理性的学派を最初に樹立した人物であると言われる。理性は知識を獲得する信頼に足る源であり、啓示と完全に調和している。 伝承によれば、神には二つの証明、発者があり、これを通じて人間は、神の意志を知る。すなわち、内的なものは理性であり、外的なものは預言者である。次に、理性は、内的な預言者、預言者は、外的な理性と呼ばれる。深夜派の法学者の間では、理性に打ち立てられたいかなる判断であっても、それは、宗教、法、 によって打ち立てられたものに等しいと考えられている。イスラームの方角でよく知られるように、道徳的、法的責任を果たす条件は、健全な理性を保持していることであって、これを保持しない者、狂人や未成年者等は代理人を必要とする。狂人は、自らの行為について、責任を持たない、とみなされているのである。クルアンによれば、すべての人間は、 自らの理性的機能を行使することが要請されており、その結果、神の印や宇宙的行進について思いをいたすことができると考えられている。従って、イニシエの賢者たちを盲目的に模倣すること、タクリードは非難されるべきことであり、不信者の印とされる。一般に理性は宗教的研究に役立つと考えられている。 一世界の現実を理解する。例えば神の存在、宗教や科学的事実の真理を理解する。二道徳的価値や法的規範を導く。例えば、圧政が悪であり、正義が善であることを知る。三四、自弁の基準や倫理過程を打ち立てる。これに対して、刑事は、すでに理性によって知られていることの確認。 理性によって未だ知られていない新しいテーマを導入すること、さらに宗教的懲罰のシステムを通じて承認を与えるという三つの機能があるとされる。すなわち、刑事と理性は不足不利、相互補完の関係にあり、一方だけでは成り立たないという立場である。神は預言者を通じて何かを行うことを人々に告げることで、人々を誤って導いたり、また逆に、 神から与えられた理性を用いて、真理とは逆の方向に向かうことは考えられない、という信念が背後にある。すべてのムスリムの聖地である、マッカ、マディーナ、エルサレム、アルイコールクドスに加え、シーア派は、歴代イマームの霊病のある都市も聖地とする。特に重視されるのは、イラクのナジャフにある初代、アリーの霊病と、カルバラーにある三大夫妻の霊病である。 これに、第7代と、第9代の霊病があるカーズイマイン、バグダード近郊と、第10代及び、第11代の霊病があるサーマッターを加えた、イラクの霊病のある4都市は、アタバートと呼ばれ、大勢の巡礼が詰めかける。また、イランのマシュハドには、第8代、アリー・リダーの霊病、イマーム・レザー病があり、ここも、聖地となっている。このかイランのゴムにあるアリー・リダーの、 妹ファーティマビン・ムサーノ・レイビオもイラン国内で尊数を集め、イランではマシュハドに次ぐ聖地となっている。レイビオ4都市はマタシー・アハの学問の中心でもあった。イルハン国時代にはイラクのヒルダが、その後19世紀中盤まではカルバラーが学問の中心地であったが、1843年にオスマン帝国がカルバラーを制圧したため、 そこから逃れたウラマーたちがナジャフに集結し、20世紀前半までは、ナジャフがシーア派教学の中心となっていた。しかしその後、イラクの独立や社会情勢の変化によってナジャフは衰退し、代わってイランのゴム、イラン2二2 1年に創設された法勢ウルミエゴム学院などの活動によって、ゴムがシーア派教学の中心地となっていった。ムハンマドの死後、 彼の血を引くアリーを後継者に押す声も上がったが、実際にカリフの地位についたのはアブーバクルであり、以後ウマルイブンハッターブ、ウスマーンイブンアフファーンと継承されていったが、ウスマーンの死後アリーが後継者に指名され、656年に第四大政党カリフとなった。しかし、ウスマーンが属していたウマイア家のムアーウィアがこれに反対し、激しい抗争の末アリーは六十一年に、 ハワーリジュ派の死角に暗殺され、ムワーウィアはカリフの地位について、ウマイア朝開いた。アリーの子、ハサン・イブン・アリーは、ムワーウィアと和平を結んだものの、669年にハサンが死亡し、680年にムワーウィアも死亡すると、ハサンの後を継いだ弟のフサインが、クーファシーア派の招きを受け、ウマイア朝、第2代カリフのヤズイード一世に対して、反旗を翻した。 しかし空派は、ヤズイード軍によって制圧され、フサインは680年に、カルガラーの戦いによって殺され、これによってシーア派は、政治勢力として、完全に力を失い、またスンニ派と決定的に決別することとなった。フサインの死後も、アリーの子孫たちはイマームに就任し続けたものの、やがて誰をイマームとみなすかによってシーア派内でも、分派が繰り返されるようになっていった。 主流派は、フサインの子であるアリー・ザイヌル・アービディーンを第四代イマームとして認めたが、これに反対して、フサインの異母兄弟であるムハンマドイブン・ハナフィーヤをイマームとする位置が分派した。ーア派最初の分派である、カイサーン派である。この派は685年に指導者、ムフタールの下で、ムハンマドイブン・ハナフィーヤを衰退して、クンファで決起し、ムフタールの乱を起こした。この乱で、 解散派は一時イラクの大部分を支配したものの、687年にクーファが陥落してイランは終結し、さらに700年にムハンマドイブンハナフィアが死ぬと、イマームは神によって隠されたとする一派とムハンマドの意地をイマームとする一派に分裂し、その後も分裂を続けて八世紀には消滅した。しかしこの派の提唱したイマームは神によって隠されたという概念は、 外話としてシーア派諸派に取り入れられ、シーア派を特徴づける概念の一つとなった。アリー・ザイヌル・アービリーンを衰退した一派も、713年に彼が死ぬと、再び分裂することとなった。主流派は、ムハンマド・バーキルを第五代イマームとしたが、その弟である、ザイド・イブアリーをイマームとする一派が分派し、ザイド派を形成した。 在部派は21世紀においても有力な宗派として存続している。主流派においては、ムハンマド・バーキルが743年に死ぬと、その子であるジャーファル・サーディクが第6代イマームとなるが、彼が765年に没すると、再び分派騒動が起きた。主流派は、ジャーファル・サーディクの子であるムーサー・カーズイムをイマームと、認めたが、ムーサー・カーズイムの兄であるイスマーイール・イブン・ジャーファルを、 支持する者たちが分派したである。この派閥はイスマー・イール派と呼ばれ、この後も分派を繰り返しつつニザール派やホージャー派などの宗派を生んだ。ムーサー・カーズ・イム派はこの後も存続し、八代、アリー・リダー、エマー・ムルザー、九十九年から八百十八年、九代、ムハンマド・タキー、百十八年から八百三十五年、十代、アリー・ハーディー、 835年から868年、11大ハーサン・アスカリー、868年から874年と続いていくが、ハサン・アスカリーが死去し、その子であるとされるムハンマド・ムンタザルが、神によって隠されるとこの派のイマームも外馬状態となり、12イマーム派となった。ウマイヤ朝の滅亡後、8世紀に成立した、イドリー・スアサは、初のシーア派。 イスラム王朝とされるが、シーア派的要素は少なかった。その後、9世紀にアラビー朝が成立し、10世紀にはチュニジア、後にエジプトに、移動に、ファーティマーサ、イラン高原に、ブワイフ朝が成立するなど、いくつかのシーア派王朝が建国されたものの、こうしたシーア派王朝のほとんどは、上層部のみがシーア派信徒によって占められ、一般市民のほとんどはスニ派を信仰していた。 こうした状況が大きく変動するのは16世紀初頭にタブリーズでイスマー・イール一世によって建国されたサファビー朝の時代からである。サファビー朝は旧神派のシーア派教団であるサファビー教団によって建国された国家であり、それまでのシーア派王朝と異なり支配下の民衆にシーア派への改修を強要した。また、イスマーイール一世はレバノンからシーア派のを マネて競技面での整備を行い、晩年にはサファビー町の宗教観をかなり恩恵化させたこともあり、支配下の地域においてはシーア派信仰が徐々に庶民にも広がっていった。こうしたことから、サファビー町の半途であったイランにおいてはシーア派の住民が圧倒的多数を占めるようになり、これはその後イライ高原に没興したガージャール町やパフラビー町などの昭和朝でも変わらなかったため、 イランはシーア派信仰の一大中心地となった。しかし、パフラビー朝、第二代のモハンマドレザーパフラビーは、白色革命と呼ばれる急速な上からの近代化政策を行い、それに反対する保守派のルフォンラー・ホメーニーなどのイスラム法学を弾圧した。モハンマドレザーの権威主義的な政策は、国内での強い反発を受けるようになり、その反対派の結集の核となったのが、 保守派、イスラム法学者たちであった。1979年2月にイラン革命が起きモハンマドレザーが国外に脱出すると帰国したホメーニーは最高指導者、国家元首に就任し、イスラム共和制と呼ばれるシーア派法学者が国家を指導する体を完成させた。ただしこのイスラム政府の成立とそれによるシーア派の政治家は周辺諸国の態度を硬下させ、 1980年から1988年までのイラン・イラク戦争をはじめとするイランと周辺アラブ諸国の対立を引き起こすこととなった。シーア派は預言者の後継者の地位をめぐって政治的に分裂した経緯を持つためしばしば正当なイマームとしてアリーの子孫のうち誰を指名するかの問題によって分派した。現在、宗派として 一定の勢力を持つのは、十二イマーム派、イスマーイル派、ザイド派などがある。十二イマーム派は、イランやイラク、レバノンなどに勢力を持ち、シーア派の比較多数派である。サズの通り、シーア派諸派が共通して、イマームと認めるのはアリーのみである。シーア派の多数派である十二イマーム派は、その名の通り初代アリーから十二代。 ムハンマド・ムンタザルまでの12人をイマームとする派である。874年に12代イマームが人々の前から姿を消し、ガイバ、イスラム教、隠れと呼ばれる状態となったが、その後もイマームは隠れたまま存在しており、最後の審判の日に再臨すると考えられている。なお、874年から940年までは12代イマームの代理人が指名され続け、 イマームと信者との接点はわずかながら残っていたものの、940年に4代目の代理人が後継者を残さず死亡したため、以後はイマームとの接点を完全になくすこととなった。このため、12イマーム派では874年から940年までを、ガイバトルスグラー、小イバ、小ユイン、940年以降をガイバトルクブラー、大ガイバ、大ユインと呼ぶ。 イスマー・イール派は、七代目のイマームをめぐって中に、イマーム派とは別の道をたどった派で、第七代イマームが死んでその子孫の耐えた後に、誰を指導者として衰退してゆくかの問題によって、多くの派に分かれている。もともと主流派では七代イマームの死後、イマームは存在しなくなったと考えているので、イスマー・イール派は、通称七イマーム派とも言う。イスマーイール派でも外の観念はあるが、 各分派によってその対象者は異なる。イスマーイール派のうち現在最も勢力の強い、インドパキスタンのホージャー派は、イスマーイール派の諸派のうち十二世紀に、イマーム制度の復活を宣言したニザール派の系譜を引いており、現在もイマームが指導している。ザイド派は十二イマーム派やイスマーイール派に比べると、少数派で、イエメンに勢力を持つ。ザイド派は、 さきの二杯と分派したのは五代目のイマームの継承をめぐる問題であったので、五イマーム派と呼ばれることもある。他の有力諸派と異なり、在部派はガイバ説を採用していない。深夜派の中にはスンナ派に対して、政治的に先鋭的な主張を持ち、スンナ派と一線を画していく中で、特に独特の競技を持つに至った分派も存在し、 系統不明のアラウィー派やイスマーイール派流れを組むドゥルーズ派などはしばしば他のムスリム、イスラーム教徒からイスラームの枠外にあると見られている。バーブ教、バーブパやバハーイー教、バハーイー派はすでにイスラム化完全に分離したとされている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。